その正隆で勝負だとかされたら勝てるわけねえじゃん。おもんない、おもんないな。確定演出おもんない。そう打つだろうよ、吉田正尚で勝負だなんかしたら。コナミが一番好きな選手なんだから、打つだろ、当たり前だろ。あ、広畑いい、ごめんごめん、帰ってきなさい、ごめん。あ、おもんない。マジでこいつだけやん。その差を打席最後は空振り三振に倒れています。ほらもう吉田正尚が気持ちよくなるだけのゲームやん。吉田正尚が打てばあとはもうなんか雑に処理されてかわいそうやと思わんの。何してんの和田は。いやもう絶好調石川でも無理なんだ、どうせどうせ無理なんだもん。無理なんだろう、もう最悪マジで。無理やん。ほら、1位じゃなくなりました。はいはい。で、山本由伸だ。な、これ。勝手にやっとけよ、じゃあ、お前らでも。仲良くやっとけよ、コナミとオリックスは。逆か？もう、小園君で負けちゃいした方がいいか。小園君には申し訳ないけど。山本由伸相手に切るのがもったいねえからな。それでいいんですか？そう、エコひいき。勝つんかい。なんで勝つん。いやもう小園くんが上出来すぎる。この負け試合とか言って。入っています。さあ、ハッピーバースデートゥーユーらしい。打ちました。ここはフライになっています。こう恥ずかしくないんか、ハッピーバースデーでこんなフライ。ボックスには7番山口。マリーンズこの回3点を入れています。あー、最悪の誕生日になっちゃうね、山口くん。そんな優しくないよ。誕生日だから最後まで使ってあげようなんて、そんな優しくないよ。絶好調だから使ったけど、そんな優しくないんだ、うちは。君が誕生日だかなんだか知らないが、そんな優しくないんだよな。ファンの方々は悲しむかもしれない。けど打たない選手を使って何が意味ある？ファンが見たのは勝ちだよ。誕生日に結果残す君じゃない。